どこが違う？書き間違えやすい漢字の問題が全部で13問です。では始めましょう。第1問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくはこちらの字です。右下払いは左に突き抜けます。第2問。どこが違う？正解はここでした。正しくはこちらの字です。右部分の縦棒は途中で切れません。第3問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくはこちらの字です。上部分の横棒がいりませんでした。第4問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくはこちらの字です。右下がり棒は払わずに止めます。第5問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくはこちらの字です。下部分の横棒は宇治の左下につきます。第6問。どこが違いますか？正解はここでした。正しくはこちらの字です。右部分の真ん中は横棒が1本です。第7問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくはこちらの字です。左部分は金辺ではなく糸辺です。第8問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくはこちらの字です。左部分は日ではなく目の方です。
第9問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくはこちらの字です。右部分は土と羊の組み合わせなので、一番下の横棒は長く書きます。第10問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくはこちらの字です。左部分はカバです。第11問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくはこちらの字です。左部分はゴンベンではなく糸辺の方でした。第12問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくはこちらの字です。真ん中の上部分は土ではなく死の方です。第13問、最後の問題です。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくはこちらの字です。右上部分は左下に払います。